どうも、山田行です。引き続きエマソンの話ですね。これはもう大分割愛しながらさ進めた方がよさそうだなっていう気がしました。全然いってないじゃないですか。まだエマソン27歳までしかいってないわけですからね。えーえっとね、その27歳あたりもいろいろあったな、そういえば。ちょっと後から後から思い出しちゃうんで、ちょっといろんな出てきた順に話しちゃいますが、えっとさっき言った、 あの教会ね、教会で牧師、実は嘘ついてんじゃないのっていう、えっとね、講演会をやっちゃったんですよ。講演会やっちゃったんです。で、えー、この講演会で、えーっと、何を話したのかっていうと、前半部分はですね、講演会の前半部分は今言った話です。科学とか出てきちゃったし、進化論とか出てきちゃってんのに、えー、牧師は自分の気持ちに嘘ついてないとかですね。 それから仕事として牧師やってない時間が来たから祈ってるけどそれ真の祈りになってるそれから、えっと、わざわざ牧師を介してしか神とつながることってできないんだっけじゃなくて人間が直接神とつながることってできないのキリスト経由じゃなきゃダメだったそれも指摘しちゃってます。でこれに対してですねまだ当時のエマソンはぼやっともやっとしてるんですけど人間一人一人の 中に神的な要素って入ってるって考えた方がいいんじゃないっていうあのそんな感じのところまでは来てます。この後この理論がですね、えー、彼にとってはカチッとはまる時が来るんですけど、人間一人一人の中にちっちゃな神のようなものってあるんじゃないで、特に東洋思想なんかを彼は勉強してましたんで、東洋の思想とか学ぶとやっぱり結構そう考えている人たちもいて、で地球上でいろいろなこの神様の、ね、考え方ってのはあるんだけど、 あの西洋の思想特にキリスト教だと自分の外側に神様がいてその神様に対して祈るというあの、まあ、そういう感覚ですし、えー、人間はもう生まれた時からアダムとイムじゃないですけどもあの罪を持っていて、えー、寿命があって、えー、だからこれはもう許してもらわなきゃいけないということであのいい行為をずっと行っていくあの神に対してやっぱり罪を持っているというふうに思っていたんだけど、えー、自分の中に神がいるっていうと罪が と神みたいなことになって罪と神が一緒に入ってるみたいなことになっちゃってかつては整合が取れなかったんですけどもやはり今その考えなきゃいけないのは人間が進化の過程でこの形になっていったかもしれないとかいろいろ科学で言うとキリストって目見えなかった人いきなり目見えるようにしたわけじゃないんじゃないあれはただそういう言い伝えになっちゃっただけじゃないとかいうことがばれてくるとうんと人間の中からのその罪の意識のようなものってのはどんどん抜けていって 神にお祈りしななななきゃいけないけけ理由っっててのが見えなくなってくるわけですねで。そんな時にエマソンが、うん、そもそもそうやって考えるから無理があってじゃなくて、えっと、自分たちの中に神的なるものですね要するに良き行いをしようと思う心っていうのは自分たちの中にあってでそれをまず素直に自分たちで発見しようよと「ね、あなたの中にもあるでしょう」ものすごいいい部分が。 そのめちゃくちゃ自分の中で本当にこれはいいな良き,良きものだなって思うようないい判断ができてるなって思う部分が自分の中にあることをまず認めようあるいはそれを発見しようと「いや私は悪い人ですよ」っていうふうに言うかもしれないけど悪い部分ももちろんあるかもしれないだけどどうだそのすごく良い判断してる時ってないあの困った人がいたら助けたいって別に助けた後にお礼で,で美味しいもの食べさせてくれるかなとか思うから助けるわけじゃない時あるでしょとか。 ね、その子供が溺れているって言った時に自分はどうなるか分かんないけどとりあえず飛び込んで助けに行くってあれ何か計算してやってるとか考えた時に自分の中にやっぱいいとこあるよねってでそのいいところを我々は古来、えー、と神と呼んできたんじゃないのかとでその神っていうのはあなたの中にちっちゃくあってこれはもう完全にいいものであってもう混じりっけなしのいいものであるでこの混じりっけなしのいいものっていうのが自分の中にあるんだったらその声をよく聞いた方がいいんじゃないかと ですね、ごっちゃごちゃその後儲かるかとかですねお礼がもらえるかとかですねあの人助けといたら後で感謝されるかとか世間の評判良くなるかとかあのそんなことを瞬間的に考えて行動してるわけじゃないところってあるじゃんとでその良きものにを、まあ、直接見ろと直感って書くんですけど直感っていうのは直接見るっていう方ですね直感しなさいと良きもの自分の中にある良きものを直感しましょうと そうしたら、えー、自分はどう行動すべきかっていうのがおのずとわかるでしょってことですね。毎回毎回、今はどう行動すべきなのかっていうのが明快になると。でその直感しているのが神なんだと。良きものなんだあーでそれ。あるいはそれは直感するっていうのはどういうことかというと、まあ、ここがちょっとその後彼が展開していくことで、日本語ではちょっと難しいんですけども、リーズンっていう。 理性,っていう理性という力を使って見るんですね。落ち着いて物事を、えっと、しっかりと見ていくというのが理性なんです。だから今、感性と理性と言われている時の理性というのはちょっと違うんですね。えっと、理,理性というもので直感していくというふうに見る。つまり人間の中にある良きもの、汚れのなきもの、これは神と同質のもので出来上がっているもの。これを直感しましょう。直感どうやってやったらいいの よく考えてくれと。あなた正しいことを考えるときあるでしょそれは理性というふうにきっちり考えていけばわかるはずでしょだから理性というものを使って良き塊を直感しましょう。というのがエマソンがまあ思いついたことです。でもこれはえっと科学的には証明されないんですよね、こういうのはね。そう考えたっていうだけの話です。でちなみにその理性というのに対してじゃあ、語性っていうのというのと 感性っていうのを2つ用意したんですね。で、感性っていうのは感覚ですね。感覚なので、えー、と直感とかじゃなくて、感性でいろいろ感じるわけです。見たり聞いたり、匂い嗅いだり食べたりして、うん、わおっていっていろいろ世界をある種、その理解していくために、感性というのを使うわけですね。で、語性っていうのは、その感性を使って仕入れた情報を経験として取りまとめて分類していくっていうのが、語性ですね。えー、なので、火があると。わお触ってみた。熱い いいんだっていうのは感感性ででじるわけですでところが次に火を見た時にこれは熱いからなっていうふうに思って整理して経験からちゃんと学んでいるこれは何を使ってるかというと5性っていうのを使ってますね火は熱いから触らない方がいいなとか何かを燃やしたい時には火を使えばいいんだなとかですねでここを、えっと、で例えばあるいは火というものは一体何度になると燃え始めるのかとか100度だなとかこういうのも全部5世なんですね エマソン的に言うとでも今の世の中で言うとそれは理性とかって言われちゃうんですよね。感性が熱とか言ってるんだけど理性の方はえっとこれが燃えたら大変なことになるとか何度になったら燃えるんだろうとか燃え移しやすいものと燃えにくいものっていうのがあるよなとかこれは理性の世界だと思われてるんですがえっとそこはですね経験から整理して学ぶことなので語性です。エマソンの言葉で言うと語性。だから感性と語性そして理性というのは えっと、むしろ自分の中の良きものというのを直接見てで自分はどう動くのが正しいのかということを判断していくあのそういう、うん、と考え方ですねそういうアプローチの仕方その理性を使って直感していくというあので直感すると何が見えるってざくっとまとめると神を見ることができるというで、まあ、もっとざくっと言うと彼らの言葉の中で後半は 神にに近づいていてててくこととができるってことになっなますだからその自分の中にある良きもの神的なるものっていうのに直感して行動の指針を決めていくようなあの理性をしっかり働かせて生きていく人はどんどん神に近づいているんだっていう言い方をしますでここまで来るとですねあの最初に言ってたみたいに牧師を介して神と対話しなくてよくなるわけですねもっと言うとイエス・キリストを介して神と対話しなくてよくなるんです なぜならもう理性を使って直感すれば神的なるものを僕らは見えてるからだからお祈りとかしなくても牧師に教えてもらわなくても神はこう言ってますとか言って聖書の内容をわざわざ教えてもらわなくてもそんな聖書とか読まなくてもあの神は直感できるんだとそう結論して牧師辞めますって言ったんですねその牧師辞めますっていう前に まあ自分の母校、ハーバード大学っていう大学の進学部で、えー、講演会をやると呼ばれたんで、この話をしちゃったんですよ。これが超絶みんなに怒られたんです。みんなっていうのは大学教授たちに怒られたわけです。27歳のエマソンがですね、卒業して何年かで、えー、ボストンの第二協会のまあまあ,あ仕切り役みたいになっていて、 まあ大学からすりゃうん卒業生でなかなかね検討してるじゃないかあいつ牧師のね結構いい位置まで行ってるねあいつはひょっとしたら出世するかもねって思われていた人が今のお話をしちゃったんですねだから牧師経由じゃなくていいしキリストだって経由しなくていいし神は我々の中にあるっていう言い方をしちゃったのでなんてなんてなんだろうこの おー高慢なというかですね、なんと、なんだろうな、このけ不尊なって言うんですかね、不尊な話をするんだと。で、あの進学部講義っていうのはです、ね、毎年で学生たちが呼びたい人っていうのを選んで、その人に依頼するんですね。でこの年はたまたまま 卒業生の中でめっちゃ活躍しているエマソンっていう人がいるって、卒業生たちあの在学生たちが知って、進学部の学生たちが、でエマソンさん、お願いしますよなんてって交渉して、エマソンも引き受けて話をする。で、この進学部講座の内容は必ずあの本になるっていうふうに決まっていて、毎年1人しか喋れませんから、年に1回ですね、ハーバードの進学部の講座で喋った人は、それが本としてまとめられるってことになってるんですが、 あもうとにかくこの内容に教授たちが怒り怒りに怒っちゃって翌日の新聞にはですね、まあ、まあ新聞って騒ぎになっちゃったので、えっと、新聞にはですねあの進学部の教授はこの人選については関係ありませんでしたって釈明を学部長が出したぐらいですこれ学生が勝手に選んだことですからねって言ったでそして、えっと、ハーバード大学が毎年その進学部講演の 講演録を本にして出版するってことをやってたんですがこれに関してはやっぱりさすがに金出せないって言ってでこの年だけこれを本にはしないって言ったんですねただあの逆にそういうことを言うとですね売れるかもしれないって言って本にしたくなる人がいたりとかして結局エマソンの心学部講演は本になるんですがその後で多くの人が読むことになってすっごい盛り上がる議論がいっぱい起こるわけですね。その 神をこいいいいいいつは信じてないのかいや信じじててなななのかやよでもないらしいとだけどそれぞれの中にちっちゃな神いるっつってるぞこれおかしくないかみたいなこととかを言っていやでももう、うん、科学の時代になってきてるわけだから彼も若いなりに悩んでんじゃないのとか、まあ、そんないろいろ言われることになるんですねでなんかそんなようなことで、えー、もうぐっちゃぐちゃに、まあ、いわゆる炎上ですね炎上しちゃってそれで まあさっっき言ったもう辞めたいなって思ってたこともありでその教会の一番偉い牧師さん第2ボストン第2教会の一番偉い牧師さんからも何てこと君言ったんだっていうふうに言われちゃうしで辞めますって言って辞めたっていうそんな経緯ですねやまだカーライルとは知り合ってないんですこの時は前回カーライルっていう人の話をしましたけれどもまだ出会ってないとにかくボストンという街でですねエマソンっていう人がぐったりしてる時代のことです でも、これって実はですね、あの伏線がいくつかあるんですね。あの、キリスト教だけの話じゃなかったんですよ。その神学部で講演するより前に、前にエマスをまたあの別のところでも講演を頼まれていて、で、この別のところでの講演はですね、アメリカの学者っていう講演をやってるんですよ。で、このアメリカの学者っていう講演は、えっと、まあ、研究者たちに対して講演をするっていう回だったんですけど、 アメリカって当時ですねやっぱりイギリスからの人がいっぱい入ってきたりオランダからの人が入ってきたりつまりヨーロッパからの人たちが移民というか開拓民として入ってきて、まあ、作っていった国ですねでそしてボストンの、まあ、ニューイングランドと呼ばれるような場所とかボストン辺りから入って南の方に行って南の方に行ってから今度西の方に行ってっていう風にどんどん開拓していくと。 で、まあ、ボストンっていうのは、言ってみればアメリカの中で最も古いあの都市の一つですけどもあのそのボストンにエマソンがいたわけですね。で、そのボストン界隈、そしてアメリカ全体も眺めてみてもですね結局のところ学者たちが何言ってるかっていうとヨーロッパでは今こう言ってるらしいヨーロッパでは今こういう理論が流行っているよとかいうことを、まあ、イギリスではとかですね常にそのヨーロッパではこうだっていうふうに言うのがアメリカの学者の口癖になってた。 だけど1830年,18年ですからもうそろそろアメリカはこうだって言っていいんじゃないかと自分に自信を持ってそのヨーロッパがこう言ってるからどうこうではなくてアメリカという新しくできた国の中のアメリカ人として、えー、自分たちの理論を構築した方がいいぞアメリカの学者よっていう、まあ、そういう、あのー、話を してますその講演会では。で、その時にはやはり、ヨーロッパの人たちには歴史とか伝統がある,あるのはわかる、わかるけど、ヨーロッパ人もアメリカ人も同じ人間じゃないかと、人間じゃない。だから、考えること、それから、もし自分の本心にある良きものっていうものに照らし合わせながら、この良きもののところに照らし合わせながら、研究を一個ずつ進めていったら、 あの別段ヨーロッパだからいいことを思いついてアメリカだから思いつかないなんてことはなくて我々の中にはいつもその何が良いのかってことねの何が正義であるか何が正解であるか正しいかあのこれはもうすでに備わってるんだからえっとそいつにこう近づいていけばいいんだとその哲学もそうだし経済学だってそうだしえ何の学問も全てその正解みたいなものを自分の中からちゃんとこの直感し えー、そして理性でもってそいつを捉えていくことができればアメリカの学者だろうがヨーロッパの学者だろうがあ、えー、と自信を持って、えー、自分たちの研究成果を発表することができるなのにアメリカの学者は自信なくヨーロッパの学者がこう言ってるからっていうことを言い続けるっていうのはおかしいと人間一緒でしょ、まあ、そもそもそっちから移民してきたんでしょだから信じようよ私たちをっていうようなことを まあ言ってるんでですねアメリカの学者でだからこのアメリカの学者の講演の辺りからちょっと怪しいわけですすでにもうね20多分56歳ぐらいだと思いますが2 5 6歳のエマソンがですねアメリカの学者っていうことで何を信じていけばいいんだって迷っている新大陸の学者たちに対して「いや何を信じてってヨーロッパ信じる必要ないんだよ」かといってあの別に東洋を信じる必要もない何言ってあなたの中ですよと。 あなななたのの、の、中に入っている神なるもの神善なる神もも善、えー、ここをちゃんと追求しながらいろんなことを研究したり勉強したりすればそれでいいとだからもう自信を持ってアメリカ発の思想であるとかアメリカから出てきた考え方であるというふうにあの存分に語ればいいそれが宗教であってもそうだしというまあそういうことを言って これがね、なんかちょっと、まあ、それもまた講演録が本になって多くの人に呼ばれて鼓舞されたんですねこれも良かったんでしょうねマーソンにとってはアメリカの学者をすごくあの勇気づけた牧師がいるとあいつはなかなかすごいねなんて言われてだけど本人は悩んでるわけですよ神の代理としての私は正直に言うと本当に今祈りたいから祈ってるとかですねわざわざ牧師とかキリストとか経由じゃないと神と対話できないんだったっけとか でそういえばアメリカの学者に対して私は信じろとねあの神なるもの善なるものに対して直感理性の力を使って直感し、えー、それに基づいて行動すればアメリカだろうがヨーロッパだろうが学者としては一流になれるぞって鼓舞したよなとそれそれなんだこれこれこれってこれって神の一部じゃないのもう善なるものなんだからこれ神入ってないっていうふうに思って じゃあ神と直接対話できるじゃんというふうに思いついてで自分の母校に呼ばれた時にそれを言っちゃったわけですねそしたら神を侮辱するのか宗教を侮辱するのかって諸先生方から教授たちからボコボコに言われ大炎上してでその後ハーバード大学に30年間、えっと、立ち入り禁止になったんですね、まあ、そう卒業した大学なのに。 ま、これが立ち入り禁止って大学側から言われたって書いてある本もあるしそれからエマソンが行きたがらなかった30年間呼ばれても絶対行かなかったっていう書き方をしてる人もいますこれ僕はどっちも日本語でしか読んでないので日本語訳しか読んでないのでどっちが正しいのかちょっとまだ分かんないんですけど、まあ、とにかく現実に30年ですね、えー、エマソンはハーバードに立ち入ってないですね立ち入ってないですというようなことにまで発展するのになっちゃってます でいよいよカーラエルと出会うんですが、えっと、どうやって出会ったかというとですねこのあの、えー、自分の卒業した学部の教授からボコボコに叩かれて世間で炎上しで教会の主任牧師からも「お前えらいことや言っちゃったな」って言われでもうそもそも嫌だった。 ね、嘘ついてる感じがするから嫌だったって言って全部が関係してやーめたって言ってやめたんですがエマソンはねやめたんですがやめてすごい傷ついている時にえっとね奥さんが亡くなっちゃうんですよもともと結婚して3か月ぐらいしか元気じゃなかった奥さんなんですけどその1年半後ぐらいにですねえー、っと結核だったかな、えー、で亡くなっちゃうんですねだから職を失うは 奥さんを失う場で、もうぐったりしてるでこのぐったりしてる時にじゃあちょっと今までのために貯めてたお金も含めてこれで旅行行こうって思ってでこの旅行行こうって思った先がヨーロッパだったんですね。なのでヨーロッパへ行こうって言ってこれでイタリアからフランスに行きでフランスの動物園で動物たちをじっと見て。 ちょっと待ってよ、動物たちの中にも善なるものって入ってんじゃない、実はって気づいたんですね、これ。人間だけじゃないか、あの、理性を使って直感できるものは、動物の中にもあるなーって動物園ですれはぁって気づいてメモして、で、その後イギリスに行くんですね。イギリスでも何人か会いたいなと思っていた人がいて、で、あのコールリッジっていう人だったり、ワーズワースっていう人だったり、 えー、何人かこのもう会いたくてしょうがなかった人がいるんだけどそのうちの1人に、えー、カーラエルっていう人もいたんですね。でこのカーラエルっていう人も、まあ、コールリーン,ンもわざわざみんな本を出していて英語で本をイギリスで出してるからアメリカでもそれが手に入ってアメリカでも彼らの本は読んでたので一人一人に対して今ちょうど自分が思ってることこの,この考え方をぶつけてみるとどうなんだろうと。このね 超有名人の人たちにぶつけてみたらどうだろうって言って、1個ずつ手紙を出して、ですね予約を取ってで、えーと、その人たちのところへ行くってことをやってます。でまず、コール林寺のところに行ったら、ですねこれは30歳ぐらい年上なんですね。エマソンより30歳ぐらい年上でもうおじいちゃんだったみたいなんですよ。おじいちゃんだから30歳のエマソンに対して60歳ぐらいになっちゃってるわけで、で太,太っててで、タバコの匂いがすごいしてて。 でこの今言ってたようなエマソンの最新の考え方ですね直感ってことが僕考えてるんですよとで全員の中に神的なる善なるものがもう入ってると思ってるんですけどこれどう思いますみたいなことを言ってもおじいちゃんがですね今まで自分が書いてきた本に書いてきたような内容しか答えなかったらしいんですよ何にも新しいこと言ってくれなかったって1時間ぐらい相手いしたんだけどそれで帰ってきちゃったって言ってコールリィーチにはすげえ落胆したって 「英国の印象」っていう「イギリスの印象」っていう本の中に書いてます。で「ワーズ・ワース」はどうかってワーズ・ワースも実は33歳ぐらい年上なんですねエマソンより年上でおじいちゃんですまたおじいちゃんでもうねでっかい声で自分が思ってることだけがなり立てるっていうで若造が来てね30歳前ぐらいの若造が来てるんだけどギャギャギャが喋って自分の書いた詩を朗読し始めてとかねそれで結局これも1時間ちょっとぐらいいたんだけど ああそうですつって,言ってもう帰ってきちゃうっていうことをやってます。でカーライルっていうのはその時、えー、クライゲンパトックっていうこのイギリスの田舎の農場に住んでいたんですけどねこの奥さんと奥さんの弟3人で、えー、何にもないあのえっとね周囲にですね周囲に会える人っていうのがその地区の牧師1人だけだったみたいです。 誰かと話をしたいってあの家族以外と誰か話したいって言ったらこの牧師にしか会えないっていうそういう生活をもう5年も6年も続けてきてそこで落ち着いてあの本を書いていた人なんですがさすがにやっぱちょっときっついわここって言ってであの農場で暮らすって言うと農作業も結構大変だったみたいで、まあ、彼らはほとんどやってなかったらしいんですけど奥さんとその弟はかなりあの重労働だったみたいでみんなで話し合って。 やっぱロンドン戻ろっかっていうふうに言ってるとしたら田舎暮らしいいでっつってロンドンの空気悪いしうるさいしカーライルちょっと本書いて有名になった時もあっていろんな人が訪ねてくるんでいやちょっと田舎暮らしやろうって言って今だったらそれでもねネットが通じてるからいろいろと僕もこれでインターネット経由で YouTube で皆さんとこう話をしたり自分の思いをやったり Zoom で会議ができたりするからこれはあ東京に住んでなくたって全然いいやと思いますけどその当時っつったら ね、その周りに1人しか住んでないようなところに住んでるカーラエルは寂しくてしょうがないわけです。この寂しくてしょうがないカーラエルに、アメリカの知的な青年から連絡が来たわけです。どうやら自分より8歳年下で。で、えー、自分が書いている衣装哲学だったりとかですねあの、今までの本は大半読んだと。アメリカで読んだんだと。であなたの大ファンであるっていう人が、あ一回会いたいっていう風に手紙をくれたんで、これは嬉しくてしょうがなかったみたいです、カーラエルとしては。 この農場で住んでいる内科で一番嬉しかったことだったっていうふうに後,後の本に書いてるんですがそんなにって思いますね6年間の間一番嬉しかったのがあのエマソンという青年がアメリカから来てくれたことだったらしいんですがでこれでですねエマソンはカーライルも面白くなかったら1時間でいなくなろうと思ったらしいんですが、えっと、エカーライルとエマソンあって8歳しか違わないじゃないですかさっき30歳年上ばっかりとしゃべってたんだけど 今日会ったカーライルっていうのはエマソンにとっては8歳年上生き生きしてるでこっちが言ったことに対してポーンとこう帰ってくるわけですあまあそこはちょっと微妙ですね実はですねえっとエマソンが思っていたこの善なるもの神あのこういうものがきっちり自分の中にありそれを理性というもので直感しでこうなっていてだからこそ我々は神と直接話ができるって考えた方がいいんじゃないだろうかって持論を展開する ジロモタン展開してそれで彼は変わられるを聞くんですねこんな今科学が発展しちゃった時代そしてあの神が人間を作ったんじゃないかもしれないってみんなが思ってる時代あなたはこの世界の真理っていうのをあのどう捉えようとしてるんですかと世界の真理というのを我々が学ぶ意味は何ですかね、我々どうやってそれを学べばいいんですか僕はこう思います世界の真理は各人の中にある 神がある僕はこう思ってますカーライルさんどうですかっていうふうに聞いたんですけど、カーライルはですね、答えられなかったみたいに見えたらしいんですよ、エマソンからすると。のらりくらりとですね、うんと、まあ、この哲学者はこういうこと言ってるよね、それから、あの人昔の偉人はこういう言い方をしたよね、とかっていうふうに言う。エマソンはだから若干ここでもですね、あの落胆してますね。カーライルっていうのはすごい人だと思って、本を読んでる時はすっげえ人だと思ってたんだけど、 実際会うとなんだこのなんか哲学者をいろいろ知ってるっていう薄く広く知ってるだけの人じゃないかっていうふうに一応日記には書いてますがうーんちょっと落胆してるみたいですでも落胆してんだけどやっぱ年が近かったっていうのもあって相当楽しかったみたいでいろいろ意見交換をしてるのはすっごい楽しかったみたいですなので 結局その日、あのまた、ね、夜になったら馬車が来るって言ってたのに、その馬車に断ってです、ね、明日の朝来てくれっていう風に言って、まあ、これはカーラエルがそうさせたみたいなんですけど、明日の朝来てくれ、明日の夜来てくれって言って、その日はカーラエルの家で泊まって、夜通しまたずっと話してて、で、朝からまた歩き回り、夕方ぐらいに馬車が迎えに来て、それに乗って帰ったと。だから1泊2日して、あのカーラエルの家でエマソンは、えー、いろんな話をして帰った。だからまあ、落胆はしたんですけどね。 この人はなんか自分の中での過固たるこの、ね、世界観のようなものはないみたいだというふうに落胆はして帰ったけどエマソンはその中であのカーライルは選ぶらなかったとまず偉そうにしなかったで分からないものは分からないって言ってたあー愛すべき人間であるというふうに ママイソンは書書いいててまますす日記の中に書いてますねその後、えー、とイギリスから船に乗ってアメリカに戻っていくんですがこのアメリカに戻る中の船の日記にですね9月1日とか9月8日とかの日記にはあのそんなことが書かれていますだからカーライルが一番気に入ったみたいですねヨーロッパ回った中でカーライルというのが一番気に入ったとでその当のカーライルはじゃあなんでそんな曖昧なことを言ってたのというと前回話した通りなんですけどカーライルは合理的に 宗教を扱おうとか、世界観をとがどうなっていて、えー、それを論理で説明できるようにしなきゃいけないって思う人が多すぎるっていうことを問題視したんですねカーライルの方は。だからエマソンがやってきてですね若いエマソン自分より8歳も年下のエマソンがやってきてですよ。でそのこのの世界,を世界の真理を、 えっと、どう説明するんですか、あなたはっていうふうに言われたときに、のらりくらりとです、ねまあ、そうも考えられる、あんたが言うのもわかる、でも、この人はああいうふうに言ってるねとか、えっと、そう説明できないところもあるよねっていう、のらりくらりしてやって、エマソンを落胆させたわけですけど、当時のカーライルは答えたくなかったんだと思いますね、答えたくなかったんだと思う。 つまり我々が知るべき世界というのは相当たくさんあるんだけどそれはただ感じるだけにしといた方がいい世界というのもあってで特に世界の真理はどう思ってんだなんて言ってそこにこうだって答えちゃうと,えっと説明できることになっちゃうんですけど彼らえっは説明できない世界があるということを僕らはちゃんと思っておかなきゃいけなくてそれがなぜそうなってんのかとか原因とか結果とかですねあのこんなことが全部説明できる あの社会はそう説明できると思うこと自体が危険であると頭の中が機械のようになっちゃってるだから合理的であるとか因果関係が説明できるとかっていうふうに人間が思い込みすぎるっていうその方向が危険だというのがカえラーるルの考え方だったわけですねなのでエマソンの問いにも全ては答えないそこは分からないというふうに言うしうん考えるな 感じろみたいなところはやっぱら当時のカーラルにあったんだと思います。だからその両者の対話はですね、一日中続いた、夜中中続いたわけですけど、とても刺激的だったっていうふうにお互い感じているようなんですけれどもあの、完璧ではなかったみたいですね。やっぱりその落胆はお互いにあって、エマソン、もうちょっと奥、先まで考えろよと、そんな全部が説明できると思うなよと。 我々の住んでいる社会は、えっと、合理で説明するものだけで出来上がってるって思い込むのはもう頭が機械化し始めてるぜって言いたかったし一方のエマソンは自分が考えたような真理をカーラエルはまだ見つけてないんじゃないかと私は神と直接対話ができる方法を見出したぞそれは直感だし 自分の中の中中ににあああるるる人間前でとしかもこのイギリスに来る一歩前パリの動物園で感じたことはこの前世は人間だけじゃなくて動物の中にもあるかもしれないって思ったぞとどうだ変わらえるここまで突き詰めて物事を考えたことがあるかって言ってんのに変わられる側はいやそれ全部が説明できるわけじゃないからさっていうっていうなんだこのおっさんやっぱりちょっと物足りねえなと思って帰っていって 結果的にですね、その後6ヶ月ぐらい、エマソンはカーラエルに手紙を送ってないんですね、えー。アメリカに戻って初めてカーラエルに手紙を出したのは6ヶ月後ぐらい。あの時はありがとうございました。半年前ありがとうございました。って多分あんまり、ね、あの興味のある人間ではなかったんでしょうけど、でそこで手紙を送り、カーラエルからの返事書き、おい、ちょっと待って、この返事、カーラエル面白いじゃないかと思って、エマソンはもう一回返事を出し、カーラエルからまた返事が来て、うわっ ちょっっとこの人やっぱ本当はよく考えてる人だったかもしれないって言ってこのやり取りがすげえ続くっていうことになったそこから30年ぐらいは続くことになり間にちょっと意見がこう食い違ったりとかしてあんまりあの手紙を出さない時期なんかもあったりカーライルからエマソンが批判されてへこんだり時期があったりもしますがあの結果的にまあ2人が亡くなるちょっと前ぐらいまではあの文通がずっと続くということになっていきましたね。 なので、まあ、出会いとしてはあまり完璧ではなかったんですけれども、まあ、カーライルとエマソンの関係というのはあのそうやって続くことになりますねむしろ同じイギリスの中にあるカーライルとジョン・ラスキンの関係の方はもう完璧でしたねむしろ惚れ込んじゃってですねジョン・ラスキンの方がカーラエルにえそしてあのカーライルを自分のお父さんというふうにラスキンは呼ぶようになってますね我が父カーライルとかって言ってあのお父さんのように慕うということになっていきましたが エマソンはそうでもなかったですね。兄貴みたいな感じでしたね。8歳年上の兄ちゃんみたいな感じで、えー、割とこう自分も対等であると。あんたの弟子ってわけじゃないけどさ、みたいな。あのそんな感じで、えー、触れ合っていたみたいです。で、エマソンについてはアメリカの学者の話をして、あと進学部講演の話をしました。で、これで次に出さなきゃいけないのが、彼が最も有名になった本。 最も有名な本は 2, 冊あるんですが2、3冊あるんですが、そのうちの1つですね、自然論という本を書くことになるんですね。この自然論という本を書くことになったのは、さっきのパリの動物園ですね。動物の中にも、ひょっとしたら善なるもの、神的なるものがあるかもしれないなと思った。動物も物を分け合ったり、 一緒に共に共生きててていいいっっったりするるいういいところも持ってる何かを取り合ったりとか喧嘩もしてるんですよ。だけど共に生きていくからこそ今動物がこんだけ繁栄してるわけでやっぱり良きものがあるから動物だって今動物として繁栄してるわけだよなとこれが絶滅したわけじゃないね、まあ、当時絶滅という概念があったかどうか分かりませんけど、まあ、今でもこう動物たちが。 共に共存できているってことは、えっと、必ず彼らの中にも善なるものがあるからその善なるものでうまいこと調整しながら生きてられるんだよなじゃあ人間の中にも動物の中にもあるのって気づいた時えひょっとして自然物自然って全部その善なるものをちっちゃく中に持ってんじゃないのって思い始めたっていうのが自然論っていうのを書きたいと思ったきっかけだったみたいです。 結局カーライルと別れた後ですね、えー、イギリスからアメリカに向かう船これ何ヶ月か乗るわけですけれども船の中で自然論の原稿をメモしていたみたいですこれによって、えー、アメリカに戻ってからですね旧牧師館という、まあ、エマソンが代々エマソン家がエマソンの家がですね、えー、代々住んでいた家に彼はまあ入ることになるわけですけどその家で、えー、自然論という本を書くことになります ただ今日はもう30分超えて話をしてますのでこの続きはまた次回というふうにしたいと思います。ありがとうございました